皆さんこんにちは、尾崎美希です。今日は韓国に来ました。イエーイホテルが今回めちゃくちゃ可愛いホテルを見つけたので初めてましたチェックインを今したところなので、ホテルの紹介からしていきたいと思います。それでは最後までご覧ください。どうぞ。はい、今回泊まったのはソフィテルっていうホテルになるんですけど、まずじゃーん、めちゃくちゃ可愛いバスルームがあります。あ、見えてない、見えてない、全然見えてない、全然見えてない、聞いて。あ、可愛くない？こんな感じのバスルームです。めちゃくちゃ可愛い。それからこちら、あ、やばい。こちらはお手洗いね。で、こっちはシャワールームかな。シャワールームでした。中もね、大理石みたいなの、かわいいって感じで、ここにじゃーん、洗面所なんですけど、めちゃくちゃかわいい。なんか女の子が、あ、待って、私下手すぎて画角が全然可愛く撮れない。なんか女の子の可愛いよ、詰め込んだみたいな、めっちゃ可愛いよね、これとか。可愛いよね、ランプとか。可愛いで感じで、お部屋がこんな感じになってます。可愛いインテリア。このランプじゃない、ライトもうめちゃくちゃ可愛いなと思います。なんかこういうお部屋すみたい、夜景もさ超良さそう。え、絶対いいよね。で、ここにも大理石のテーブルとかがあって、で、外からロッテの、韓国で一番高い、なんだっけ、カウチン、ロッテ、なんだっけ、なんかロッテ、ちょ、これ下手すぎてどうやってやるんだ、見えないぞ。あ、いけた。見てください、これ韓国一高いのかな、ロッテの、とタクシーの運転手さんが教えてくれたんですけど、ロッテのタワーがあります。で、この窓から下の方はこんな感じで、これ何、何の川だろう。何にもわかんない。マジで無知。ちょっと Google 検索します。何かの川があります。みたいな感じで、なんか奥に遊園地みたいなのもあるんだけど、みたいな感じで、夜は多分夜景がめちゃくちゃ綺麗な感じのお部屋です。かわいい。しかもホテルのアメニティがなんとリプティックでした。かわいい、豪華ね、めちゃくちゃおしゃれ、ね。はい、ということで今からチェックイン終わったので、韓国の行きたかったコスメのお店とか、あとカフェとか、ごはん屋さんに行きたいと思います。それでは、バイバーイ。どう？マンドゥめっちゃ美味しいね。もうやばい。めっちゃ美味しい。3種類があって、今回はここ一番人気の
クロワッサンじゃない？塩バタークロワッサン、うん、全部分かんなかったね。これはクリームチーズの中がふんわりしてるのと感じなんだけど美味しそうなのを見て、あとはこれについて美味しそうだった。デスナッツラテ美味しそう、マロンのラテ、へえ。どうですか、念願の。うん、おいしい。へえ、やったー。おいしい、うん、え、めっちゃおいしい。嘘、やったー。やった、確かにね、これが一番おすすめってなってね、うん、イエーイ、よかったー。40分かけてきてよかったね、タクシーで。ちょっと遠かったね。うん、おすすめカフェオニオンです。イエーイ、안녕하세요。안녕하세요。감사합니다。감사합니다。何？ありがとう。知ってるの全部詰め込んだ。あ、カーチンペゴパだね。ペゴパなんだっけ？ペゴパ、お腹空いた。あ、ペゴパです。はい、そうそう、ペゴパの時間です。韓国2日目です。イエーイ。一日目あっという間だったの。たくさん寝ましたね。はい、寝ました。復活したので。今日も元気に行きたいお店を回りたいと思います。1軒目はどこに行くんですか？1軒目はまた人気なベーグル屋さんです。楽しみです。はい、お腹空いてきたので楽しみです。内装がめっちゃおしゃれです3日間、あっという間でした。もうインチョン空港に到着してます。そして大好きなアイスコカーも買いました。楽しかった。でも今日も行きたいとこあったんだけど、お昼過ぎ飛行機だったので、しぶしぶ諦めてゆっくり準備して空港にまた韓国来たら今回行けなかったとこに行きたいなと思います。
一番良かったコスメストアはどこですか？あの並び具合と世界観が良かったノンフィクション。うん。それでは日本に帰ります。バイバーイ。バイバーイ。